私の携帯の保護フィルム買ってくれましたね。貼ってくれましたね。上と下が反対なんですけど。え？俺天才的に綺麗に貼れたって、まあめっちゃ綺麗に貼れたんやけど、上の方にさ、声が出てくるさ、穴開いとうとかあるやん。あれのカバーがさ、下にあるのよ。え？そう。ほんま。これはどういうことですかね。ちょっと面白い。ちょっと自分の目で一回見てもらっていいですか。はい、トイレ。はい、一トイレ。そっから降りトイレ。カメラついてるから。あれ、違う車で来るとき、あれ。ほんまや。あ、ほんまや。あ、ほんまや、マイク。私それ電話の声めっちゃ聞こえないんですけどね。ほんまや。塞がってるんで。これだって、内カメもあれじゃない、音声入ってないんじゃない。いや、音声ここじゃないやろ。やばい、車で来るときさ。てか、浮いとるね、周り。もう一回これ貼り直してもらえますか。買ってきてください。いや、もう一回貼り直してもらえますか。これは無理。行ってきます。無理ない。いらっしゃい。マジで。多分無理。え、待って、真剣に上下反対だけど、どうしたらいい。え、もう剥がして新しいの。嘘やん。え、こんな高いの私初めて買ってんけど。え、どうしたらいい。どうしよう。いや、まだ隙間から。はい。ピッてやったらいけるんちゃう。なあ、りゅうちゃん。どうするの、わざわざ頑張っちゃう。いや、こっちの方も大事やねんけどな。買ってくれる？同じやつな。同じやつ。ゲームに特化したやつな。よろしくね。なんか払うのが一番いい。いや、でも割るからさ。割るの？割るし。割っとったやん、この前。なあ、石が飛んできた。飛んでくるか。みんなに見せてあげたよ、これ。後でちょっと、りゅうちゃんの携帯で写真撮って、ここの動画に貼り付けるわな、どういうことか。今、あれって思ってん。だから耳が聞こえへんわ。スクショしたら映る？電話してみるわ。